なんと皆さん 1600×2560 というですね、高解像度ディスプレイを搭載しています。性能が高くて画面も大きいのでね、2画面の利用にはなかなか向いてると思います。いわゆるリバースチャージにも対応してます。こんにちは、戸田悟です。今回は上位モデルの格安タブレット、いや格安タブレットの中では上位モデル出てきましたよ。オスカルエリート1という製品ですね。解像度も高くて画面綺麗ですよ。注目です。今回はオスカルの Android タブレットエリート1をレビューします。いわゆるね、格安 Android タブレットに含まれる価格帯のモデルなんですが、ちょっとフェーズが変わった感さえするほどのですね、いいモデルですよ。ちょっと性能アップしてますよということで、見ていただければと思います。箱の中に入っているものをね、出してみました。本体はね、後で詳しく説明しますが、ケースがついてますね。それから、ガラスフィルムも最初からついてます。これはね、とっても嬉しいポイントですよね。本体サイズピタリのフィルムなかなか売ってないのでね、格安 Android タブレットはついてるのはとてもいいと思います。あとですね、説明書ですね。日本語も、括弧語対応ですけども、一応ね、日本語の説明もついてます。それからスタイラスペンもついてますね。いいですね。ただこのペンは、いわゆる、このね、指の代わりに認識するタイプのペンなので、まあ、専用のね、サーフェスとかについてるペンに比べると、ちょっと書き味は劣りますが、あればもちろん便利に使えます。それからね、AC アダプターですね。こちらがですね、45Wmax のタイプがついてますが、このモデルは海外のプラグになっているので、皆さんご購入の際はですね、まあ購入先とか購入タイミングによっても変わると思うので、そこはね、ご確認をください。それからね、Type-C、Type-C ケーブルもついております。あとね、SIM トレイを外すピンもついてます。オスカルエリートはですね、なんと 12.1 インチの、まあ大画面タブレット、格安タブレットの中でも大画面のモデルと言ってもいいでしょう。でですね、ちょっと裏見ていきたいんですけれども、まあね、非常にこう、高級感のある作りになっております。もちろんね、金属ボディで、このね、電波が通るところだけ、こう、スリットが入ってる感じですよね。これね、上位モデルはこれよく見かけますよね。それから、カメラのあたりの造形とかね、ひんやりした質感とか、なかなか高級感があって、良いのではないかなと思います。このオスカルエリート1の最大の特徴がディスプレイなんですよ。12.1 インチとね、サイズが大きい上に、なんと皆さん 1600×2560 というですね、高解像度ディスプレイを搭載しています。グッジョブ。今見てもね、文字のがキレがあって非常に綺麗なんですけれども、ちょっとね、写真を表示してみますよ。これね、スマホで撮った写真です。このモデルで撮った写真ではないですが、非常に美しいですよね、これね。最近見た格安タブレットの中ではダントツだと僕は思います。やっぱり解像度が高いと、やっぱ精細で綺麗に見えますよね。非常にね、このディスプレイに価値があるのではないかなと思っております。明るさもね、十分ありますし、色合いも上々ですよね。美しいですね。なおですね、画面の色合いとかはですね、設定で変更できるので、ちょっと寒色っぽいなと思う方は暖色にしたりというね、調整も可能です。なので、お好みのね、色合いにできるというふうに思っていただければと思います。例えばね、鮮明に変えるとこうなって、プロに変えるとこうなって、で、寒色とかね、暖色というふうに変えられます。で、今回は通常でね、レビューしていきます。それではね、重量を計測していきましょう。はい、キッチンスケールの参考値で 604g です。カタログ値では 587g なんですが、これね、最初からフィルムが貼ってあるんですよ。その分の重量がね、増してるんだと思います。まあ、どちらにしろ 12.1 インチで 587g にしても 604g にしても、まあまあ普通かなと思います。で、ボディは 7.4 ミリで、まあ比較的薄型かなと思います。はい。ということで、ベンチマークのスコアをいつものように紹介しております。Geekbench 6でね、計測しております。搭載している CPU は、もうおなじみですね。G99 なので、まあ、スコアもね、大体こんな感じです。多少ばらつきますけれどもね。十分普通の用途には快適に使えます。ただ、ヘビーなゲームには向かない点はご留意ください。原神とかもですね、画質を落とせば、それなりにプレイできますけれども、まあ、超おすすめという感じではございません。ゲームに使いたいなら、まあ、もうちょっとね、高性能のタブレットの方がいいと思いますが、それ以外はもうね、大満足して利用できるはずです。RAM がですね、8GB、ストレージは 256GB と、いうですね、十分なストレージとね、メモリーも搭載しております。で、ちなみにですね、ストレージは、
マイクロ SD カードで 1TB まで増設可能です。今ですねメモリここにね容量表示されてますけれども、仮想で3プラスになってますが、最大でですね8プラス16で24という形での利用が可能となってます。でねクリーニングツールもあるので、タップするとですねメモリがねすぐクリーニングできるのもいいですね。 OS はですね Android 14 でございます。現時点ではね格安 Android タブレットに搭載している OS としては最新です。文句なしです。ワイドバインのねセキュリティレベルは L1 となっております。これもねもう最近の大画面モデルはもう当然でございますけれども、L1 に対応しているとですね動画配信サイトで高画質のね画像が楽しめる可能性が高いということで、ウェブページを見るとですね YouTube、Netflix、Disney+、Hulu、プライムビデオなどが名前が挙がっているので高解像度で見られる可能性が高いと思います。センサーは全部で18個搭載してますね。加速度計とかねジャイロスコープとか搭載しております。興味のある方はねチェックしていただければと思います。まあ普通に使うセンサーはね網羅されていると思いますので、特に問題がないと僕はね思っております。性能が高くて画面も大きいのでね2画面の利用にはなかなか向いてると思います。こんな感じでねタスクを開いて、このね横のね三角形のちょっとちっちゃいんですけどボタンを押すと画面分割出てきますのでタップします。するとこっちにアイコンが出てくるので必要なアプリをねここから起動してあげます。まあ例えば設定でも OK です。それではいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでねスピーカーの音をチェックしていきたいと思います。再生しますが、なんとですねクワッドボックススピーカーを搭載しているということで、ちょっとね音は良さそうなのでワクワクしますね。再生します。皆さんこんにちは、戸田悟です。今回はですねボリュームも音質もかなりいいです。格安 Android タブレットの中では間違いなく上位の音だと思います。いいですね。こちらがね充電端子がある、まあ下側と言ってもいいでしょうか。スピーカー2個ついてますよね。逆側も見ていきましょう。こちら側にもスピーカーが2個ついてます。サイズも大きいです。 SIM のトレイを出してみましょう。これねピンは付属でついてきたものを使ってます。はい、こんな感じですね。ナノSIM2枚もしくは1枚プラスマイクロ SD カードという形で使えます。マイクロ SD カードはさっきもお話しましたが最大 1TB までいけるということで、ストレージがね、足りない方は増設することもできます。バッテリー容量は 8800mAh と、まあまあ上々の容量ですよね。で付属の AC アダプターは 45W なんですが、急速充電は 33W の対応となります。で今回ねこれ海外のプラグなんで日本では使えませんので、そこはね注意していただければと思います。はい、今ですね接続デバイスの充電というね機能をオンにします。するとですね繋いだ iPhone とかに充電ができます。イヤホンとかでもいいんですけどね、いわゆるリバースチャージにも対応してます。付属のですねスタイラスで書いてみますね。これねキャップ後ろにつくんですけれども、これねピタッと磁石でつくようになってますよ。先端がこうちょっと円盤状になってるタイプ、ちょっと懐かしい感じですよね。昔はね iPad とかにもこういうペンありましたよね。で、このねメモアプリでちょっと書いてみましょう。こんな感じ。僕の名前はこんな感じ。まあですね、まあまあという感じですよ。いわゆる専用のスタイラス、ペン先の細いね、スタイラスとはやっぱり違いがあります。iPad プラス Apple Pencil みたいな書き味ではないですけれども、まあ十分書けます。で、これ指の代わりをしているので、指でも書けちゃうんですよ。で、ペンをね、変えてペンでもこういう風に書けますという形です。まあ、ちょっとしたメモを書くぐらいだったら、まあ使えるかなという印象ですが、イラストとかね、精密なの書くのにはちょっと厳しいかもしれません。今回はですね、オスカルのエリートワンレビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。さて、気になる価格ですけれども、動画を撮ってるタイミングではですね、$219となってました。で、まあ参考までに155円で計算すると33,945円になります。まあ、いくらで計算するかはね、皆さん買われる時のタイミングで変わってきますし、クーポンなどもあるかもしれないので、概要欄からね、最終的な価格はご確認ください。リンクからね、見ていただければと思います。今回はオスカルのエリートワンレビューしましたけど、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、僕このモデル、ステップアップというかね、した感じがあって、特に画面解像度が高くて、画面めちゃめちゃ綺麗なんですよ。12.1 インチということで画面サイズも大きい。だからね、動画見るだけでもかなり
そのこのタブレット綺麗だね、いいねっていう感じを受けると思います。あと写真見る方にはね、メリット大きいですね。で価格もですね、まあ、為替によりますけど33,000〜34,000円ぐらいということで、ちょっと高いですが、考えてみるとケースもついているしガラスフィルムもついてますと考えるとですね、意外に妥協できる価格ではないかなと思うんですよね。で、タブレットでね、主に動画を見る方にも僕はとてもお勧めしたいと思っていて、12インチになるとですね、やっぱり見た目全然違います。迫力違います。かつ、画面綺麗ということで、まあね、主に動画を見る使い方をする方にもお勧めしたい製品だと思っております。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。Thank you.